本当に頑張ったんですね。第2コース、宇和島市から吉田君。名前は全く普通なんですね。吉田君。第4コース、松山市から島郷。 走れるんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。島郷、第5コース、無所属タルト君、それこそ走れるんでしょうか。第6コース、ゆうゆうてから一平君。おっと、スタートから声がかかった一平君。ファンの心をわしづかみ、今日もやっぱり 短歌で退場するんでしょうか。<笑>先に言うたって。第7コース、愛媛FC から伊予ガンタ。今言い方ありましたね。そして第8コース、愛媛FC より大前君。 ありますか。そしてゴールテープを持っているのは玉姫ちゃんと末吉とカッパちゃんですね。カッパ君とカッパちゃんは即位ですね。色違い、分かりました。さあ、いよいよスタート。今年のこの一体ゆるキャラ100メートル走を制するのはどちらか。 ゆるい空気がスタジアムを、ゆるい潤い生ぬるい空気がその間を緊張感に満ちた選手が横切っていきます。一体どうなるんでしょうか。いいですか。よーい、どうした。スタート、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 スタ
ゴールをいたしました。バット君、ご苦労様でした。
いや別に。